なんで横に どっちかが引かないともうただのあのもう性交渉になっちゃうから。そうなんだ。やばいやばい。のびどうして？え、馬島先生どこですか？やばいやばいやばい。おはようございます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 。あ、やばいやばいやばい。しまいないしまいない。やばいやばいやばい。どうして？誰がヘリでしたこれ？やばいやばいやばい。どういう状況？プリンって生まれた今。え？誰がどうなってんだこれ。なんで？のびのび。なんで横に。なんで横に。俺は違う。歪みでこれ。のびのび。俺は確かにエレベーターで降りたはずなのに。のびなんで横にいるんだ。誰だ、ディオがいるぞこれ。のび降りるんだ。次降りるののび。はい。なんでこれ、どういうこと、何がどうなってんだ。レン君呼んだよ。レン君ありがとうございます。おはようございます。邪魔そう。なんだこれ、不思議な歪みだったな。なんですかこれは。もう全てがめちゃくちゃ本当に何を言ってるか分からなくなってきたもん。自分でエレベーター降りたはずなのに俺はヘリに乗ってたんだ。しかも上空の上空の方の、しかもおかしな話だよな。分かんないです。早い早い早い、優秀だ。早い。おお、さすがだ。早い。ありがとうございます。レン、ありがとう。レン、オッケー。さすがレンだよ。また何かあったら呼んでください。なんで、はーい、なんで。おい、嘘だろ。助けて、外して。何かあったら呼ばなきゃいけない。レン先回りだ。先回りさせてもらったぜ、こいつの手錠トーク。ああ。そんな。どうして。今度は何したの、バイトマン。何もしてない。俺で何もできないだろう。何もできないかどうか俺たちが決める。やめて、そのピクピクすんね。やめて。ピクピクすんね。あ。よかった。よかったよかった。ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございました。なんだったんだマジで。なんでここから出たの俺たち。今殴る対象間違えた。俺じゃなくない？お前だったか。お前だったのか。間違ってるよ、レリアさん。違う。これに関しては聞くよ。聞く。どうした？ホスト代貯めてんだ今こっちは。でね、なんかな、ちょっと説明が難しいんだけどな。あ、まあ端的でも汲み取るよ。まあ悪いことをして金稼ごうとしたんだ、0時までに。0時までに、時間があるんだ。その0時までに、あることすれば金稼げるのに。間に合わかった。それは今日しかダメなのか。毎日同じ時間に決まってんね。なるほど。お疲れ様。なるほど。私はガンダッシュでアジトから向かってったんや。間に合わず。そんな。かわいそうに。代行とかできないのか、誰か。できねえんだ。いや、できるができねえんだ。そうなんだ。やはり私の手によって稼ぎたい、ホストは。なるほど。ああ。1日分
ロスしてしまっ、してしまったんだな。そういうことだ。プレゲン。でも、横に。今日は横にガードがいるから。何をガードされているかわからないが、私がメンタル終わってなければ今、すぐに走っていったんだ。終わってんだ今。ちゃんと会話してくれてるぞ。これは攻略が進んでるぞ。なんで泣いてたの？聞いてる聞いてる、なんか呼んでる呼んでる呼んでるよ。何よ、呼んだの？なんで泣いてるのって今。え、じゃあ呼んだのはおさむ先輩ですよ。いやトリノだよ。いやランクじゃね。そうね、僕ね、どうして泣いてるの？何今の？悪魔がいる。おい、やり返していいのかあれ？やり返しやりいいなちょっとバトルしてどっちかいいよ別にどっちか一方じゃないといいよ別に中ができるのに私がやらないのは一応みんなのこれのためね。偉いぜ偉い。どっちかが引かないともうただのもう性交渉になっちゃうから。そうなんだよそうなんだよ。コンプラか。どっちかが。私の縛りはな、そうなんだよな。じゃあ、どっちかが引いたふりしないといけない。でも、二人が別のバトルステージでやれば別に。いやいや、おかしい。それも、それも本番やん。それはもう、だからそういうことじゃん。入院用のベッドあるんで。うん。個室でバトルしてもらえれば。いや、ちょっと。で、面白かったシーンだけ後で俺たちは観察するから。じゃあ、クリップで。衛星外で見るから。そう、衛星外でね。ちゃんと。もしくは、ノビーがやっぱ動画化してもらって。するか、そんなもん。本当だよ。こっちどこにアップするの、それだって。本当よ。誰向け？違うとこに、違うサイトにアップしなきゃいけない。黒とオレンジの方か。おい。黒とオレンジ？なんで俺しかわかんないんだよ。なんで私がわかるんだよ。そうだろ。ノビーとレリアさん分かり合えるんじゃん。ね、いがみ合ってるけど本当は分かり合えるんじゃん。いや分かり合えるけどツッコミがいなくなんだよ。そう。どんどん肥大していくから二人。そうだからできるだけノビーさんと喋るときは他の人巻き込まないと。ああ止まらなくなっちゃうからね。そうだね。そうそう、うん、なんだよね。じゃあ、桃美さん、おさむ先輩、鳥野さん行きましょう、ちょっと。じゃあ、話を。ん鳥野のボス。はい、大事な話してくるから、ノビー、じゃあ、あとは、ね、送迎から頼むね。うん。奥の部屋空いてるから。あとは、二人で。鳥木私はいつでもいいぞ。鳥木何の話をしてるな、あれずっと。ファンボです、ファンボ。わかんない。ハートついてる、ハート。最近のトリノさんの一番の天敵。